お父さん、お父さんはどうしてお母さんを好きになったの？ねえ、お母さん、お母さんはどうしてお父さんと結婚しようと思ったの？僕が生まれることがわかったその瞬間は、二人はどんな顔をしてたの？出会った時や初めて手と手つないだ時みたいに笑っていてくれてたの。いつかそいつの日にか、僕も愛する人と巡り合えるその日が来たら、そんな日が来たら、僕も父さん母さんみたいに笑えるかな。その頃にはわかるようになるかな、二人が愛し合った意味、僕が生まれてきたわけを。したり分かり合えない時だってあるよ。ねえ、一緒にいるってことはいいとこばかり見せられやしないよ。たくさん泣いたりわがまま言ったりさせてもらえる器のことを家族って言うんだね。当たり前のように愛されてた一つ一つの景色、ねえ僕は今幸せさ。いつかそいつの日にか、僕にも愛する子供が生まれる、その日が来るまで、そんな日が来るまで、その日が来たら、そんな日が来たら、僕も父さん母さんみたいに笑えるかな。そしていつかそいつの日にか、僕にも愛する子供が